株式会社中産は、青森県青森市に本社を置き、青森県で展開している日本の百貨店である。口述の通り、過去には、秋田、盛岡などにも出店していた。キャッチコピーは、ラブノースランド中産。2011年3月30日、青森地方裁判所に民事再生手続きを申し立て経営破綻したが、 2015年2月26日、青森地裁から民事再生手続きの集結決定を受け、再建手続きが完了した。1896年6月に、青森県五所川原市寺町で、五福店を創業し、屋号を中産としたのが始まりである。1935年に、合資会社中産中村五福店として法人化。1950年8月に株式、 会社中産後副店として株式会社化し、1954年5月に現在の株式会社中産に称号変更し、同年7月に五所川原の寺町店を廃止して、同じ五所川原の本庁支店とした。1962年11月に広崎市に広崎店を開店し、1964年に五所川原本店で、 百貨店としての営業に乗り出した後、今度は秋田県秋田市への出店を目指して、丸中の跡地を取得したものの地元の理解を得られず、1972年にその土地を売却して、秋田への進出は一旦断念。後に秋田市郊外に進出している。その後大丸と資本、業務提携し、1974年5月に、 青森市に進出して、現在の本店である、青森店を開店し、1981年には、岩手県に進出し、5月に、森岡市の川徳の旧店舗を買収して、森岡店を開店した他同年2月にニコ市にも、三ノ店を開店して県外にも進出するなど、百貨店の大転化を推し進め、同年11月に本社を、青森市に移転した。 1992年、柏村に、イオン、柏はショッピングセンターが開業するなど、創業の地である、五所川原市の商業環境が大きく変化し始めると、当時の中村慎太郎会長が、五所川原店の会長室に、地元の商業者を集めて、町の将来を考える勉強会を開き、従来ライバル意識から交流が少なかった、商店主たちをまとめ上げ、 それをきっかけに消費者が市外へ流出するのを避けようという意識を芽生えさせることに成功した。閉店前の中産秋田店さらに、米国型ショッピングセンターが日本でも定着し郊外型百貨店が成長すると見て自ら乗り出すこととし、1994年5月にジャスコと資本業務提携して出資を受け、1997年10月3日に 秋田県秋田市のイオン秋田ショッピングセンターに郊外型百貨店の秋田店を開店し日本では珍しい郊外型ショッピングセンター内で総合スーパーとともに2角1モールを形成する各店舗としての郊外型百貨店という画期的な業態へ挑戦して注目を集め秋田店開店翌年の1998年8月期には415億9200万円の 売り上げを上げるまでに成長した。しかし、五所河原店で中村慎太郎会長が開いた勉強会をきっかけに対極的な県地からの考えを持つようになった商店主たちが自ら第三セクターを設立し、1997年に郊外型ショッピングセンターエルムの街を五所河原市から笠柳に開業し、そこに各店舗として 伊東洋華堂が進出した。それに伴い、提携していた、丸木飛島が閉店し、1995年に閉店に追い込まれていた、丸友を含めて、かつて3店あった五所川原市中心部の大型店が、中山のみとなって集客力が減少。発祥の地である五所川原店は、1992年8月期に54億円だった。 売上が24億円まで激減し、6年の間、平均4000万円の赤字を計上し続けて、累積損失が2億円を超え、損失解消の目処が立たなくなったため、2006年1月22日に、閉店に追い込まれた。また、自ら郊外での主力事業として挑戦した、秋田店は、珍しい郊外型百貨店として広域から、集客したが、 地元商工会などのクレームにより、食料品部門の完全削減を含めた当初、計画の売り場面積の3割カットを余儀なくされるなど、様々な規制をかけられた。その上、他のショッピングセンター内の店舗とのプライスラインの違いに苦しみ、価格と百貨店らしい、高級感とのギャップを埋められず、郊外ショッピングセンター型百貨店の業態確立に失敗。 ピークとなった2004年8月期でも売上は約50億円に止まるなど業績が低迷したため2008年10月20日に閉店に追い込まれ当初秋田店に続く2号店として予定していたイオンモール下田への出店も事実上断念。郊外型ショッピングセンター内での百貨店運営への挑戦も失敗に終わった。なお、イオンモール下田には開店当初小規模ではあるが 当店のお土産コーナー、北のれんがあった。その結果、当初のイオンとの業務提携の目的がなくなったため、2009年1月末日で商品新入れ取引を終了して、同年2月20日付で提携関係を解消。それに伴い、 イオン側が保有していた発行済み株式の16.2%に当たる210万株全てを4月30日に1株1円で創業家の中村説に譲渡されて資本提携も完全消滅した。こうした規模縮小に伴い五所河原店を閉店した直後の2006年8月期に292.21億円となった売上高は 2007年は272.89億円、2008年には260.05億円と落ち込み続けた。そして、秋田店閉店後、本社のある、青森店と広崎店、森岡店という北東北の三都市の中心市街地の百貨店に経営資源を集約した。その後も、郊外型総合スーパーとの競争などの影響を受けて苦戦が続き、 2009年213.25億円、2010年185.54億円と2期連続して売上が減少し、5期連続の最終赤字となった。秋田店閉店直前の2008年8月期には、秋田店閉店に伴う損失形状によって、純資産額と連続赤字を計上しないという2点で2005年9月27日付で契約した。 新ケ系トローン契約の財務制限条項に抵触する事実が生じ、継続企業の前提に関する重要な疑義が、有価証券報告書に記載されるほど追い詰められていた。そこへ2011年3月11日に、東北地方太平洋沖地震が発生。3月14日に、森岡店で爆発事故が起きて、燃焼の約3割、 50億円を占める盛岡店が休業に追い込まれたことで月4億円の売り上げを喪失したことが大きな打撃となった。さらに爆発事故があった盛岡店以外でも青森店と広崎店で衣類の買い控えが強まり売り上げは減少。3月30日時点の現預金残高約6.5億円に対して 3月31日及び4月中に支払い期限が到来する営業債務は合計約9.5億円で仕入れ代金の決済が不能となった。同年3月30日民事再生法の適用を青森地方裁判所に申請し受理された。負債総額は約122.5億円で県内企業としては過去7番目の大型倒産となった。同日、 関連会社の株式会社中、三友の会、株式会社花前の2社が、青森地方裁判所に破産を申請。中産発行の全国百貨店共通商品券は、同年4月1日以降、利用約款の規定により利用できなくなった。中産の第62期有価証券報告書によると、再生債務の総額は、約144.1億円で、 青森銀行約36.2億円、道の区銀行約35.86億円など。なお、関連会社の株式会社中、産友の会を呼び、株式会社花前の両社は、中産本体と同時に、青森地方裁判所に、破産手続き開始の申し立てを行った。株式会社中、産友の会は10月17日に、 株式会社花前は4月27日に破産手続き開始の決定を受けた。広崎店の駐車場管理会社の土手町町づくり株式会社は6月16日に青森地方裁判所に民事再生手続き開始の申し立てを行って同月30日に民事再生手続き開始の決定を受けるなど関連会社も連鎖して破綻した。青森 広崎の2店舗が営業再開をする4月8日の前日の深夜に東北地方太平洋沖地震の余震とみられる地震による停電が発生しその影響で臨時休業を余儀なくされた4月9日に食料品を中心として再開したものの全国百貨店共通商品券だけでなく中産入の会の買い物券や 中産発行の商品券はすべて使用できなくなり、全国百貨店共通商品券の相談窓口も開設された。そして4月14日に、青森地方裁判所は民事再生手続きの開始を決定。6月21日まで再建の届出を受け付け、10月7日を再生計画の提出期限とした。約580人いた全従業員は一旦、 解雇され、営業継続のため265人が雇用された。再建のスポンサーには十数社が名乗りを上げ、店舗の維持や雇用の確保を重視しながら選定し、7月29日に企業再生に取り組む投資ファンドのフェニックスキャピタルとスポンサー契約を結んだ。その後にフェニックスと共に再建に向けて策定された、 民事再生計画は11月11日に青森地方裁判所に提出され、2012年1月30日の再建者集会で案が可決された。翌日に青森地方裁判所が認可を決定し、不服申し立てがなかったことから2月25日に確定した。その結果、100%減死後にフェニックスキャピタルが出資して子会社化。 社長以外の二人の役員派遣と貸し付けを行って、青森本店と弘前店の二店の百貨店に事業を絞り込み、営業を続けながら改装して、再建を目指すこととなった。森岡店は、修復費用に数億円単位の投資がかかるため再開困難として、爆発事故以来休業状態となっている森岡店については、中産としての事業再開はせず、 2011年12月13日付で森岡店をラオックスの経営再建に取り組んだ経験を持つ投資会社のマイルストーンターンーラウンドマネジメントに譲渡する基本合意書が締結された。2012年4月11日に譲渡契約を正式に締結して同月中に建物が譲渡され従業員も引き継がれることとなった。 基本合意書締結時点でのマイルストーン社の構想では地下1階はその場で食べることが可能なイートイン形式を取り入れた生鮮食料品も扱う食品売り場とし1階に食品や服食雑貨売り場を設け2階以上はテナントを導入2012年に一部開業して秋には全館開業をする計画だった しかし、譲渡が遅れたため建物の復旧工事を行った後の8月から9月の開業を目指すことになった。復旧工事はさらに遅れ、2012年10月29日に、ノンとして1階、2階の一部と4階が部分開業することになった。従来の三菱 UFJ ニコスと提携して発行していたクレジットカードの会員数が5000人まで減少したことから、 その提携を解消。2012年8月から非戦連ホールディングスと提携して新しいクレジットカード、中山カードの発行を開始することになった。2015年2月26日に青森地方裁判所から民事再生手続きの集結決定を受け、再建手続きを終了した。2016年10月には、北。 東北を中心に薬局などを展開する青森市の企業ミックが中産の全株式をフェニックスキャピタルから取得したと発表し青森、広崎の2店舗体制を維持しながら経営再建を進めていくとしている。広崎中産現在のロゴマークは青紫色と黄色を基調とし中産と書かれたものである。以前は赤色の地に 白抜きで三本の波線のようなもので形成されている N の文字とその下に中山や中山と書かれたロゴが使われていた。ありがとうございます。